はい、こんにちは、鈴木優奈です。今日は質問にも多かった毎日メイクの紹介をしたいと思います。このメイクなんですけど、本当に5分10分とかで終わっちゃうメイクなので、ちょっと皆さんが時間のない時のメイクの参考にでもなれば嬉しいです。ではスタート。ではメイクを始めていきたいと思います。まず下地はこのミノンのアミノモイストブライトアップベース UV です。なんかもともと肌が弱いのと、今花粉ですごい肌が痛いので、ちょっと優しいものを使っていきます。これぐらいを、本当に適当なんですけど、ピピピピピって、なんかメイクしながら喋るの難しいですね。なんかいろんな人の動画見て予習はしたんですけど、難しい。こんな感じ。ちょっとなじませる。それでコンシーラー、これはキャンディードールの、何も書いてないんですけど、すごい前から使ってるやつです。これをクマとか小鼻とかを隠していきます。すごい花粉で肌が慣れちゃってて悲しい。こんな感じ。あ、この初めの動画でも紹介したこのディオールのバックステージコントゥールパレットのここをシェーディングとして使います。このラインに適当に入れます。ここをなんかどこにやったり、なんとかとかやったり。次、なんかどうやってメイクしてたか忘れますね、動画回してると。眉毛かな、眉毛を描きます。コレドールのこの、これなんだこれ、ブローメイクコンパクト BR40 ブラウン系です。ここの真ん中の色でだいたい描いてきます。でここはちょっと なんていうの、このなんていうののタッとしてるやつなんです。だからそれもたまに使います。ちょっと何言いたいか分かんなくなっちゃった。眉毛はなんか薄いところに描き足すぐらいの感じで描いてます、いつも。で私すごい顔が中心に寄ってるのがコンプレックスなので、
眉毛はちょっと長めに描いてます。余ったので眉頭の方までやっちゃいます。なんか眉毛がすごい抜ける時期ってありません？なんか最近すごい抜け落ちたんです。なので生えてないところがあります。こんな感じ、うん、こんな感じで、はい、次、ビューラーをします。ビューラーはこの資生堂の、見えるかな、資生堂のビューラーが好きです。で、アイシャドウしようかな。この白のカレンデュラアイシャドウリキッド0C02 番、これをもうまぶた全体にやっちゃいます。私はなんか手に取ってリキッドなのでなんか私ウインクができなくてメイクがすごいやりにくいのでウインクできる人がすごく羨ましいです。で、これ下まぶたにもピッて適当に塗ってます。こんな感じ。あ、なんか見えますか、こんな感じです。そしてちょっと下も引こうか。このディオールのサンククルールクチュールアイシャドウ、こういう色、かわいい色、これのここの、どうやってやるの、この明るい色、右上の明るい色を下まぶたにのせます。わかるかな、感じ。それでアイラインを引きます。インラインはこれキャンメイクのクリーミータッチライナー01番これです。ちょっとインライン引くのすごい苦手なのでちょっと黙ってやります。こんな感じ。それでメモ横幅が欲しいのでちょっとこのリキッドで横描きます。
これは K パレットのリアルラスティングアイライナーワンデイタトゥーこれです。アイラインを描いていきます。この目尻だけ見えるかな。こんな感じ。ここちょっと出るぐらい。でめちゃくちゃ無言になっちゃう。すいません。はい、こんな感じで、マスカラはマスカラ下地ディオールショーマキシマイザーマスカラベースです。鏡欲しいんですよね。なんかこういう化粧品についてる鏡をずっと使ってる。マスカラ、あ、マスカラはこのヘレナのラッシュクイーンマスカラ。伸びます。なんかみんな何喋りながらやってたんだろう。いっぱい見たのにな。まつげもつけます。はい、溶かしましょう。取れちゃいました。なんかここにほくろができて、それがいつもマスカラついてんのかなって自分でも思います。で、リップセルヴォークのディグニファイドリップス、これも最初の動画で紹介した。これもうすごい使ってる。こんな色で、チークは時と場合によりますが、あまりしないことが多いです。完成、なんか手こずって時間がかかりました。あ、ポーチの紹介する。ノンタンポーチは小島まこちゃんにいただいたんですけど、あの春ヒロインっていう、こ
小島まこちゃんがやってるブランドのパウチです。なんだ、はい、そんな感じで完成です。いかがだったでしょうか。ちょっとあんまり参考にならなかったかもしれないんですけど、はい、こんな感じで最近はオレンジメイクが好きでずっとしています。あ、使わなかったんですけど、たまに使うチークはルナソルのカラーリンググレイズセピアオーキッドで、この左色、こっちの色が私好きで使います。はい、これもオレンジメイクにぴったりなのでおすすめです。はい、そんな感じですかね。はい、少しでも参考になるところがあったら嬉しいです。はい、今日も見てくださってありがとうございました。バイバーイ。